え？昨日の鍋配信で熱烈なモダンファンから12万の赤スパ来たよ。え？何それ、詳細希望ぬ。どういうこと？マジか、12万赤スパ。なぜに？だからまあ12万を一人の人がってこと？あ、そうなんだ、やば。鍋配信俺たまに見るんですけど何も面白くないですよ。声が聞こえないもんだって、ちっちゃすぎて。マイクもついてないんで。いや、まあ言っていい情報っていうか、まあ宣伝にはなると思うんで詳しい情報は言えないですけども、あのマルコポロリでモダンタイムス会がこの前ありまして、で、まあ、まあまだスタジオ収録はしてないんですけど、まあそれのロケに僕が同行する収録があったんですよ。その内容が川さんを人間ドックに連れてこうっていうやつやりまして、でそのロケに僕が立ち会ったんですよ。で、まあ、子供も生まれるしちょっとまあ長生きせにはならんと、まあ、子供が二十歳になるまでは育てあげにはならんけども、現状のままでいくとちょっと二十歳まで生きないんじゃないかという感じがしまして、ちょっとモダンタイムスと一緒に、まあ健康診断人間ドック行ったんですけども、それまでその奥さん、まあ、母さん家初めて行きまして、で奥さんと一緒にいろいろ話したりしてて、なんかこの世の中こうクズ芸人が今どんどん出てきてると、いますよね、いろんなクズ芸人、うん、いるんですけど、やっぱね本物に出会うとね目覚めますね。あのクズってこういうことだよなって思いました。だってどんなクズ芸人、テレビに出てるどんなクズ芸人もやっぱどこかこのちゃんと常識はあるというか、命に対しての常識というか、うん、それがないんですよね、全くクズだから。本当にこう、なんて言うんでしょう、そういう人と話してるみたいな感覚になるんですよね、もう、うん、あのこれは多分笑えないと、みんなは。でも俺はもうこういう人だって知ってるから、ずっとトーク聞いてるとこんなに強いエピソードトーク面白すぎるだろうって思うんですけど、多分みんなは笑わないと思う、引いちゃうと思う。そうですね、やばい、うん、やばいですね。でもモテんのよ、嫁さんはだって20歳年下の子だし、で彼女がいなかった時がないんですよ。だって家ない時もですよ、ホームレスの時もずっと彼女がいるんですよ。すごくないですか、謎の魅力があるんですよ、やつには、川さんって。で金じゃないんですよ、別に見た目もまあ男らしい顔してますけど、もうおじさんだし外見で選ぶわけでもないんだけど、でお話が上手ではないんですよ、めっちゃ暗いんですよ川さんって。だから小田暗やかなんですよ、蔵穏やかなんですよ。いやそのね、褒め上手とかでもないんですよね、なんかそう不思議な魅力があるんですよ、なんかずっとなんかこう暗い気持ちにならない、何が起きてもっていう。この人がね、いや分かる、なんかね、モテ、なんでこの人がモテるんだって気持ちと、まあこの人についていきたくなる気持ちも分かるなっていうのは分かる、川さんは。うん、欲求に対して素直なんですよ、まずもう俺に対していくらまで金稼げるんだっていう状態なんですよ、ずっとね、後輩に対しても。だからプライドがないんですよね、まずそもそも自分に全くない、自分にプライドが、うん、女を満足させる自信があるあ、でもそれは聞いた、うん、じゃあそのね、健康面で言うと、川さんは糖尿病なんですよ。
で、まあ、糖尿病になったら治んないじゃないですか。でいろいろやばいじゃないですか。だからまあ病院行ってよという話してるんですけども、あの人病院に行かないんですよ、お金がないから。だから一回骨折して腕自力で治してるタイプなんですよ。病院一回も向かずに、お金かかるから、お金がかかるからなんですよ。そのそれポリシーがあるとかじゃなくて、だ糖尿の薬打たないと死ぬじゃないですか、腐るじゃないですか。だから薬どうしてるんですかって言ったら、お金ないから打ってないよって言って、いつからですか、ずっとだよって言って、大丈夫なんですかって言ったら、もう大丈夫だろみたいな、でも金ないしな金ないしな、いや行きたいけど金ないしなって言って、でお前ケロッとしてるから大丈夫なのかなって言ったら、もう笑えないだろうなこれいや喋ってた、多分これ笑えねえわと思いました。やめとこうか、笑えないと思うわ。でも俺はもうなんかこの人はもうダメなんだ、クズすぎて、まあまあ本当のクズを見たなっていう感じですね、はい、ありがとうございます、フロキャス皆さん昨日10万近く、あなたがフロキャスさん、あなたですか、あなたでしたか、なぜですか、すごいな10万。まあでも本人はめちゃめちゃ助かるだろうけど、まあ本来ああいう人にスパチャをするべきですからね、考えてみたら、そう、インシュリン打たなきゃいけないんですよ本当はね、打たないんですよ本当に。で打たないで大丈夫かって言ったら大丈夫じゃないことにもなってるんですよちゃんと、だからいいタイミングでした。だから20歳までは生きないだろうなと思いました、マジで聞いて、話聞いてて。インシュリン代稼ぎましょう、とにかく。で今のままだったら本当もう生きてないですね、もうしばらく、だから俺はそのお子さんが20になるまではちゃんと行きましょうよと、稼がんと奥さんもしんどいし、奥さんがちゃんとご飯とか作って健康面もちゃんと調節してるらしいんですけど、結局夜中カップラーメンぶわーっと食ったりとかしちゃうんでダメらしいんですよね。どれなら引かないだろうな、川さんの具体的なやばい話。ちょっとなんか聞きたくなかったらミュートにしてもらっていいですか。なんかチンコが3つに裂けたと。どういうことですかって聞いて、いや裂けたんだと。いつ頃っすかつって、いやなんか嫁が気づいてそれに、ってなってで、じゃあ子供できてますよねその裂けてんのにってことは裂けてんのに、どうまあうんつってあじゃあその男も痛み伴ったんだっていう初のパターン、その子作りにちゃんと、みたいな話とかいろいろあるんですよ、体の各所が腐ってきてるんです本当にやばいんですよ、もうボロボロなんですよやつは。
逆に生きてるのが不思議です今、うん、だからまあこの企画は本当にありがたくて、もう俺はもう真っ先にオファー来てもうすぐ OK しましたね。もう頼み、本当こちら むしろもうマルコポロイというか、まあ東野さんがどんだけモダンタイムズ面倒見てくれるんだって話で、で、まあ、人間ドックの結果は分からず、多分スタジオに国崎いるんで、まあ俺はスタジオ収録終わったらちょっと教えてとは言ってるんで、まあまあ、もちろんこの配信で結果を言うことを、僕は結果を言わないんで、マルコポロリをぜひ皆さん見てくださいって感じですね。そうですね、川さん死んだらでも笑うだろうな、ちゃんと俺は。TVer でも見れます。いや笑ってやるよ本当に。はい、笑ってやりますよ僕は。いやまあでも長生きするに越したことはないんでね、やれることやりますよこちらもね。まあ幸いモダンタイムス周りの芸人はお金を持ってますんで、なぜかあげちんなんでね、なんとかなると思いますよ。で一応もう一応母さん死んだら全員で子供育てるって決めてるんで、全員が支援して、まあ子供に関しては、はい、大丈夫と思いますよ。なので、マルコポロリ、モダンタイムスカイ、ぜひ見てください。